本年度司法書士試験筆記試験に合格をされた皆さん、合格本当におめでとうございます。今日のこの日を迎えるまで、お一人お一人本当にさまざまな苦労があったと思います。そのような困難を乗り越えて、こうして合格を勝ち取られたこと、これは本当に素晴らしいことだと思います。今日はここまで支えてきてくださった方々に感謝をしつつ、合格の喜びにゆっくりと浸ってください。私たち伊藤塾では、今年もこの後合格報告会、そして合格祝賀会を行いますから、ぜひそこで私も一緒にお祝いをさせていただければと思います。お待ちしています。本年度司法書士筆記試験に合格をされた皆さん、本当におめでとうございます。いやー、よかったですね。やった。皆さんの努力報われましたよね。今最高の幸せを感謝らしいことでしょうね。次は構図試験ですよね。大丈夫です。明日から対策を立てていきましょう。皆さんが最終合格を果たされて、司法書士として活躍されることをお祈り申し上げます。ご機嫌な感じでいきます。皆さん、合格本当におめでとうございます。今までの何百時間、何千時間という努力が報われた瞬間ですよね。今までやってよかったな、そしてこれからの人生における自信がついたんじゃないかなというふうに思います。今回私が皆さんにお伝えをしたいのはこちら、合格の勢いに乗って新たな一歩を踏み出そうということです。自信に満ち溢れている今だからこそですね、新たな一歩を踏み出していただきたいと思います。自分の気になる実務だとか、あるいは認定講座の勉強、あるいは他の試験の勉強、何でも構いません。今の勢いに乗って新たな一歩を踏み出してください。そして伊藤塾では、皆さんの門出をお祝いするこちら、セルビアタワーで合格祝賀会を実施いたします。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。改めて合格本当におめでとうございます。筆記試験に合格された皆さん、本当におめでとうございます。ここまで1年2年という短い期間でたどり着くことができたよという方にとっても、10年以上の時を要したよという方にとっても、本当に大変な道のりだったんではないかなというふうに思います。今皆さんは人生の中で本当に輝いている、かっこいい、胸を張っていい、そんな瞬間です。ぜひ喜びをしっかりかみしめていただければなというふうに思います。ただまだ最終のゴールではありません。しっかり口述の対策を抜かりなく講じていただいて、最後のゴールまでたどり着きましょう。そしてまた合格の先、認定講座という新しい目標に向かっての勉強がスタートします。私坂本と一緒に楽しみながら勉強をスタートしていきましょう。筆記試験の合格本当におめでとうございました。筆記試験に合格された皆さん、本当におめでとうございます。この結果は皆さんがそれに値するだけの努力をし、そしてそれに値するだけの力を身につけたことの証ですので、ぜひ皆さん自信を持ってさらなる一歩を進めていただければというふうに思います。一緒に司法書士の世界を盛り上げていきましょう。本当におめでとうございました。とうとうやりましたね。皆さん合格おめでとうございます。おそらくですね、皆さんの周りの方ね、皆さん以上にですね、合格を喜んでくれていて、そのことによってですね、合格を実感なさっているでしょうし、また皆さんの合格の喜びね、倍増していることと思います。これはね、何意味しているかというと、多くの方がですね、皆さんを見守り支えていたということなんですよね。ですから、そういう方々に対する、感謝の思いね、一つ忘れないで、いただきたいと思います。まあ、残りはですね、構図試験というふうなことなんでね、まあ、試験ですから舐めちゃいけませんね、気を引き締めて、優秀の美をですね、飾っていただきたいと思います。本当にですね、皆さん、おめでとうございます。合格された皆さん、本当におめでとうございます。もうね、めちゃくちゃ頑張ってきたんじゃないでしょうか。これまでの努力が報われて本当に良かったですね。受験生としての重圧から解放された代わりに、これからは司法書士、あるいは司法書士試験合格者として新たなスタートを切っていくことになります。これまでは合格という一つの明確なゴールがありましたけれども、これから皆さんが進んでいく道は人それぞれです。
皆さんの力を発揮できる場所はたくさんあります。皆さんを待っている人がたくさんいます。受験勉強を通じて培った知識、スキル、根性、これを生かしてぜひ次のステージで頑張っていただきたいと思います。改めて合格本当におめでとうございました。はい、皆さん合格本当におめでとうございます。どうでしょうか、今のお気持ちは。やったぞっていう方もいらっしゃればですね、ほっとしたっていう方も多いと思います。何より素晴らしいのはですね、皆さんが努力を継続してきたということですね。その結果が出たということになります。なので今後ですね、皆さんが何か壁にぶち当たった時もですね、この時の努力の継続を思い出していただいて、実務で羽ばたいていってください。本当におめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。合格おめでとうございます。大きな喜びと、もうあれをしなくていいのかっていうものすごい安堵感で、えも言えぬ気持ちになっていると思います。長きにわたったパンデミックももうすぐ終焉を迎えます。これからの新しい世界において、司法書士というライセンスを携えて大活躍されること、心より願っております。合格祝賀会でお会いしましょう。以上、これでした。